おはようございます。おはよう。はい、ただいま。活動休止が終わった。終わった。おはよう。玉04823、引退詐欺だな。みーすけさん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。おはようございます。寝起きです。おはよう。はい、おはようございます。どうも。おはよう、こんばんは。カソタンさん、引退詐欺やら。ちょっとよくわかんないですけど、引退詐欺とかね。今日何して遊ぶ？今日何して遊ぶ、みんな。前へった、KB。何して遊ぶか。ワンルームだね。はい、お久しぶりです。ワンルームだよ。はい、こんばんは。カソタンさん、布団の真横にフラ。そうそうそう、だってセミダブルの布団がさ、置けないんだもん。だからセミダブル2つ分ぐらいなんだよ、俺の部屋で。真ん中にパーテーションで区切ってんの。パーテーションっていうか棚、それ超狭いよ。俺の部屋来たことある人はびっくりする、狭って。カソタンさん、カビないの？カビや、あ、カビはしない。カビは生えたこと一回もない。俺ね、住んでカビとか生えたことないんだよね。多分ね、換気するからだと思う。カビる部屋あるよね、全然カビない。てかむしろ部屋の中でカビが生えたこと一回もない、人生で。カビ生えるやつよくわかんないんだよね。Z、冬丸さん、引退で涙したが。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。その涙が復活を誘うっていうね。ORZ、ふゆまるさん、なるほどね、頑張って。お前は、頑張ります。牛丼、そうだな。
許せねえな、あの中国人。ただいま。長かったな。この牛丼許せねえ、ほんと。てか、新しくできた松屋に行く。そっちの方がいい。今度そっちはそっちで、ね、店員がいいんだけど客層が悪いんだよ。今度あのタワーマンションの地下にあるんだけど、地下っていうか麓に、マジでクズしかいねえから、あそこか。タワーマンに住んで牛丼食うやつとかね、マジでね、せあの客としての態度クソ悪いよ。本当金つかんだらこうなんだなって思う。やだやだ。こっちはよ、のりことデートで牛丼食ってんのによ、ふざけんじゃねえよ。シューマハバリの早沢くももさん、こんばんは。こんばんは。おはよう。ナツシさん、おはよう。おはよう。もっさりさん、こんばんは。ジャストミートは誰が放送してますけど、タイトルはさよならはどうだって。あ、じゃあ、当たるにありがとうって帰ってきた和道、おかえり和道に変えてって。ラストムイと当たるにおかえり和道にタイトル変えて。ありがとう、教えてくれて。和道つ、メガホンありがとう。Oh.
あただいま、さとこちゃんいらっしゃい。すき焼きやる今日。みんすけさん、今日コシを見る前に放送始まりました。あ、本当に夜空見上げる前に放送始まっちゃった。奇跡だね。すき焼きでもやるか。みんすけさん、www矢野ラキーさん、こんばんは、とちです。はい、こんばんは。どうしよう、すき焼き作ろうかな。カセットコンロってどこで売ってるかな。なんかさ、カセットコンロでやりたいな。カセットコンロでいいのか。別に IH クッキングヒーターでもいいのか。別に太ったな、俺。太ったよね。リバウンドしたよね、絶対。ネオ柔道さん、ドンキにあるだろう。絶対さ、リバウンドしてるよね。ちょっとこれはまずいな。リバウンドしてる、多分。昨日寝る前食ったかな。パンパンだな、パンパン。ほっぺたパンパン。ししろぞーみたいになってるね。てか今日本当にパンパンじゃね？すげえパンパンじゃね、顔。太ってるなぁ。ハーツさん、寄り目がすごいな。何やろっかな。すき焼きの具材買ってきて、すき焼き作るか。さ、酒はやめといた方がいい。あ、酒でむくんでんのかな。昨日2杯飲んでるもんね。酒かな。酒かな。お酒かな。ねえねえ、これさ、みんなに聞きたいんだけど、すき焼きの肉っていくらぐらいの肉買うのが結局正解なの？なんかさ、安い肉でもうまくない？別に。なんか油。なんか。柔道さん3,000円。3,000円は高いでしょうか。一人分で肉だけで3,000円、そんなのやったことないよ。それスーパーで買うやつだよ。スーパーで最高級でしょ。そんなうまいに決まってるじゃん。いくらの肉が正解なんだろう。俺未だに答え出ないんだよな。みんないくらぐらいの肉を使うもんなの。ネオ柔道さん、すき焼きは肉屋で、すき焼きを買うのかデフォ。
いや別にスーパーの肉だよ俺全然そんないい。次王さんすき焼き用肉が正解。矢野田さん安くても美味しいお肉だから安いオージービーフ、なんかオーストラリアの肉安いじゃん、赤身ばっかりのやつ、あれはまずいのかなやっぱ。まあでもすき焼きは確かにそうだよな、ちょっと1000円ぐらいの肉買っちゃうよね。1200円とか。矢野田さんすき焼きにはいまいちじゃないかな。すき焼きにはいまいちか。あのさ赤身の肉って何に使うんだろうね。じゃあ逆に赤身の薄切りのやつ、あれ使ったことねえな。矢野ラキーさん我が家は1000円。そうだよね1000円ぐらいだよね。そうだよね、ちょっとワンランク上だよね、ちょっとワンランク上だよね、スーパーのね。そうだよね、それが正解だよね。そうだよね、そうだよね、わかるよ。だから1200円ぐらいだよ。で1800円ぐらい、2000円ぐらいになると手震えるよねちょっとね。あー矢野ラキーよかった、俺と一緒だわ。2000円の肉は必ず掴むんだけど手が震えるんだ。そもそもすき焼きは滅多に食べない。あそう、スーパーの肉ならステーキ用とかかな。ステーキ用は違うでしょ、分厚すぎるでしょ。こんなだよ。はいワドツ、銀河からお帰り。ステーキ用の肉すき焼きに使うなんて聞いたことないよ俺。嘘だなお前、すき焼き作ったことねえだろ、うん、もう不可視だよこんなの。すき焼き作ったことねえよこいつ。ブルータルさん、割が濃いからそこら辺を徘徊してるジジイの肉で十分。ヤノラキー 3WW ステーキラスマスとかに利用します。大地とイカズチチとワッチ、こんな面白いコメント書くやついたのかまだ。日曜日よりの使者さん、あんな上級詐欺で安心したよ。ミオジュードさん、だからすき焼きはめったに食べない。ジジイの肉とかお前、すき焼きするときは肉屋だって。大地とイカズチチとまだこんな職人が生き残ってたの。普通の豚肉だった。ステーキはクリスマスとかに利用する。うん、こんばんは。さん詐欺師は所詮詐欺師だな。うん、すき焼きするときは肉屋なの。いや変わんないでしょ、肉屋もスーパーも別に変わんないでしょ。うん、あ俺豚肉好きだよ結構。うん、豚肉のすき焼きね。いや嫌いじゃないよ俺。ただやっぱまあ牛がすき焼きやるときは牛が、うん、俺豚の味も好きだけど。ネオジュードさん、すき焼きするのにスーパーの肉使う方がありえないと思うが。うわなんだこいつ、スーパーだからここにいる。うわ庶民を敵に回した、みんなスーパーだよ。肉屋なんかいかん、そもそも都会に肉屋なんかねえから、ほとんど肉屋なんかほとんどねえよ、田舎だからだよ。で庶民はスーパーだから、やっぱり詐欺か。庶民はスーパー鉄板だから。ハーツさん、よりめはげの肉使えば、うん、おばあさんさん復活されたのですか。そうですね、長い休止期間を経て。山崎さん、豚の細切れで肉じゃがします、うん、そしてスーパーでお肉買います。もっさりさん、ジャストミートあたるに伝えておきました、うん、相変わらずいい格好しいで強粘着でおせっかいな人だわ。いい格好しいで粘着っすね。 G さん復活おめでとう。ありがとう。ネオジュードさん、すき焼きはお祝い事とかボーナスの時とかに食うもんだ。いやだから復活祝いだよ、復活祝い。活動休止から復活おめでとうございます、うん、ありがとうございます。ヤノラキーさん、復活おめでとうございます。復活祝いだよ、復活祝い。あ、っていうか星のドラゴンクエストやってる人いる？この中に。すっげえ神アップデートなんだけど。ジャストミート当たるは技を復活して半分息かけてるな。ネオジュードさん、都内に肉屋がないとかおかしなこと言うなよ。あ、いや都内、いや俺の近所にもあるよ肉屋さん。だけど肉屋さんあんまないよ昔に比べて。肉屋さんあるよ近所に。なんだ使ったことない。変わんないって、だって仕入れ先変わんねえんだから。だ気分の問題なんだよ、肉屋さんで買うっていう。まあまあいいけど、まあ、いいけど全然、うん、まあいいんだけどね。聞いて、あ炎上するんでアイテムお願いします。あのハーツさん、より目をもっと成長させて一つ目になれますように。
何の話だっけ、忘れちゃったよ。ネオシュードさん、そりゃ肉屋は少ないし普段はスーパーだよ、うん、日曜日よりの使者さん、監禁後だから晩でも余裕か、詐欺師。はい、監禁後って晩なんかないよ別に。ペンフトシ君さん、ワド君こんばんは。はい、こんばんは。バンなんかされたことないよ俺。ふわっちでバンになったこと一回もないもん。運営さんと良好な関係を築いてるから。すき焼きはスペシャルな高級飯じゃないか、うん、ブルータルさん、肉はスペシャルだよ、仕留めよう、うん、仕留めようじゃねえ。ヤノラキーさん、例えば特別な日にお肉も奮発します、ズマス、お正月など、うん、クリスマスとか正月とか別に俺やんないんだよな、そういうこと全然やらない。なんかネオシュードさん、そうそう、肉焼けたかい肉買ったのは正月だ。おせちとかもあんまうまいと思わないしな、どうなんだろうね、やっぱ肉屋の方がいい肉なのかな。うん、はい、初見さんいらっしゃい、どうも。海賊さん、あれもう詐欺ですか、うん、だからかそってアイテムもらえなくなるんじゃん、わらわら、腹減ったな。ネオシュードさん、肉屋の肉はうまいって。マジで、確実に。いや絶対プラセボだよ、近所肉屋はないですね。絶対プラセボだよ、絶対プラセボ。肉屋の肉がうまい理由は何よ、だって問屋が一緒なんだから、問屋が一緒なんだから、ないよそんなの。だ、気分の問題でしょ、やっぱ肉屋の肉はうまいなって言いたいだけなんだよ、家族に。やっぱ肉屋の肉は本当に美味しいね。トアナさん、肉屋の肉とスーパーは特に変わりありませんよ。ね、変わんないよね。変わんないよね。ネオシュードさん、そんなことね。悪かったって言いたいんだよな、毎年な、家族にな。ヤノラキーさん、今日は大盤振る舞いだぞっつって。だから味わかんねえやつほどそういうね、見栄を張りたがるんだよ。伊勢丹とかに行くやつはそういうやつばっかりなんだよ。まあ伊勢丹のご飯美味しいけど。デパ地下で買い物してるやつなんかそういうやつばっかりだ。あれ広末涼子に似てない？今びっくりした、画面に広末涼子そっくりなの。ジュードさん、肉屋の肉とスーパーの肉が同じ、そんなことはないと思うだな。ハーツさん、胸毛うざい。いや同じだって、同じだよ。なんで違うと思ってんのか逆に知りたい。仕入れ先が一緒なんだから。とアマさん、ただ肉屋の方が高くつけて高いの食べて美味しいと勘違いされています。そう、味が分かってないんだよ、主婦の方が間違いないよね。えたーまちゃん、ねえたーまちゃん、そうだよね、そうだよ、たーまちゃんが言うんだから、ねえたーまちゃん、噛んでろ。肉の味もわからねえリスナーのくせに。とアマさん、ねえはどちや。ねえたまちゃん。ネオシュードさん、肉屋でなく買えない貧乏人だから。うるさい、それを言うな、うるさいうるさい。貧乏をバカにするなよ、庶民をバカにするなよ、俺は庶民の味方だからよ。庶民をバカにすんじゃねえよ、庶民を。アタムさん、貯金額教えて。貯金額特にないけど別に。ハーツさん、ハゲてるやん。うん、ハゲてるよ、ハゲてるけど別に隠してないよ俺は、ハゲを。とアマさん、私はスーパーのお肉が好き。俺も好きね、たまちゃん。ネオシュードさん、そりゃ安いからね。日曜日よりの使者さん、来年の確定申告楽しみだな。小浜さん、ねえはどちやん。楽しいなこれ。来年の確定申告、あ、やってるやってる。なんかリスナーさんから教えてもらった確定申告のソフトがめちゃくちゃ有能で、ただ忙しいぞ。ネオシュードさん、なんだこの貧乏人連合、
うさけんな。うるさいよ、みんな貧乏なんだよ。ダメだよそういうこと言ったら。稼ぐ人は貧乏人から稼がせてもらってんだから、持ちつ持たれつなんだから、庶民に対するリスペクトを忘れるな。庶民に対するリスペクト忘れたらダメだよ。トアマさん、値段は関係ないよ。誰と食べるかだよね、タアマちゃん。そうだよね、誰と一緒に食べるかだよね、タマちゃん。分かってねえな、ほんと。カメオさん、愛心者の引退します。また戻ってくるねと同意語。詐欺とは思わないしょう。詐欺なんかしてない、うん、肉屋の肉ね。とあまさん、安いの買うのは貧乏とか考えてる時点で、うん、ねえ、やだね、やだね、怖い。家なき子みたいになってきたね。家なき子。ネオシュートさん、タマちゃんはオージービーフしか食ったことがない。やめろお前、タマちゃんに向かって。お前、昨日の終月リリはちょろかったですね、うん、わらわらわら。いやちょっと終月リリちょっとかわいそうなんだけど、終月リリフォロー外しててアカウント消してるんだけど。みすけさん、それだけが一番ちょっと心残りだよ。あの子ピュアミンだったんだよ、ノリが分かる子だと思ったら。だから俺止めたじゃん、序盤で爆投げしなくていいよって。そうそう、そもそも肉屋が高いわけじゃない。本当にそれじゃあ、なんかデパ地下の肉屋とかで買うタイプなんだよ。トアマさん、むしろオジービーフって何ですか。オジービーフってさっき言ったオーストラリアのお肉で一番安いやつね。うん、オージービーフ、オージービーフ知らないの。オージービーフ CM 知らないんだ。肉屋は高い、松坂牛とか置いてあるのかよ、その肉屋。なんだっけ、松坂牛と山形の肉ってあれルーツ一緒なんだよね。山形から始まってんだよね、あの高級肉って。山形の牛なんだっけ、有名なやつ、あれの波形なんだよね、松坂牛とかって。ブルータルさん、公園霜降り肉は1切れで胸焼けすんだよね、洋華堂の肉最高。あ、よ、こういうのは信用できる。どこどこの肉はうまいよっていう。お疲れ。大宮牛とか国産ブランド牛、うん、山形は知らない。この栄牛、うん、まあ、国産の肉はうまいよな。米沢牛だ。米沢牛の波形らしいよ、なんか誰かに聞いた、そんな気がする。トアマさん、オージービーフはカレーに使うよ。あれ、目薬が1個ない。スライム目薬、俺のスライム目薬がない。またなくなった、俺のスライム目薬、かわいいやつ。どこ行った、あ、なくした。あ、どこ行ったんだろう、スライム目薬。あー、ロッテのアイストレッチしかなくなっちゃった。なんかね、のりこの教えでね、目薬は高いの買えっていう。もう我が家の家訓変わったんだよね、のんちゃんが来たから。目薬なんて100円なんか安いのでも一緒でしょっつったのんちゃん、全然違うよっつって。目薬は1000円以上だよっつって、うん、オジビーフはカレーに使うんだ。スライム目薬がどっか行っちゃった、落っことしたのかな。ヤノラキーさん、こんにちは、のんさんは。いや、なんか朝起きたらいなかった、のんちゃん。朝っていうか今起きたんだけど、いなかった。で、電話したけど繋がらなかった。じゃあ次役行きます。